こちら、いけにえネーム、ミシェルちゃん、女性19歳からいただきましたよ。ありがとうございます。私は今年の春から看護学生になる女子です。おめでとうございます。私には、去年の夏に花火大会に誘われ、その1ヶ月後に、夕ご飯と夜景に2人で行った、いわゆるデートを2回重ねた社会人の男性がいました。いました。私もデートをした時まではその方のことが大好きでした。ですが、受験期を乗り越えて半年以上も会わないでいたら、彼への羨望の眼差しも、大好きな気持ちも、受験の辛さとともにどこかへ消えてしまいました。え？先日、進路決定の報告のため、彼と会った際、それは会うんだ。とても素敵な花束を渡されて、好意的な言葉をかけられました。が、鬱陶しかったので好きな人もいないのに、高校で片思いだった先輩が忘れられないと、その場で適当な話を作って振ってしまいました。もちろん去年のデートの際は私から散々好き好きアピールをしていましたが、もう今は好きではないですし、女心は変わりやすいですし、私の年齢なら勝手に惚れて勝手に冷めることも許されると思うのですが、小野坂さん、これって暴虐ですか？許されると思うのですがって、もう言ってるからいいんじゃないの？もう言ってるからいいんじゃないの？ねえ、19歳、難しい年頃ね。これは、ぶったまげるだろうね。ぶったまげるだろうね。だって、半年ぐらい前までは、好きで好きで仕方ないんですって言ってた女の子に、そろそろ受験も終わって合格したし、おめでとう。じゃあこれからちゃんと付き合おうか。ああ、もう気持ち悪い。ああ、もう気持ち悪い。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 こういうことが許される年なんですって言われるわけでしょ、その後。その後ね。怖えなぁ。これは怖えなぁ。こういう子がいるから手出しできないんですよね、女にね。これ、若い女に。若い女抱けないっていうこの理由ですよね。もう精神不安定ですよ、こんなもん。こんなもん、ちょっとした病気ですよ、これ。こんなもんは。こんなもんは。これ、ミシェルちゃん。女心は変わりやすいし、私の年齢なら勝手に惚れて勝手に冷めることも許されると思うんですが病ですよ、ミシェルちゃんやばいやばい、もう怖いわ、ミシェルちゃん怖いわ、もう絶対そばに現れないでほしいですねまあそう、可愛いんだろうね、きっとね。顔可愛い子ってこれだからやだなぁ。なんか、いつでも私、もう言われたことあるしね、俺もね。こう、私、一生苦労しないと思う。って言われたことある、ね。私、一生苦労しないと思う。私、仕事しなくてもね、一生苦労しないと思う。一生苦労しないと思う。誰かがね、助けてくれる。誰かがね、助けてくれる。誰かがね、助けてくれる。いつも。つってた。こう。お前35過ぎてもそれ言ってられるかなって思ってましたけどね。すげえな。女の子って、でも、その子も言ってたけど、学生時代って本気で思ってるんだって、そういうことって。あのね、自由になるって思ってるんだって、誰の心も。そうそうそう。あ、そうそうそう。それもそうだし、その、男って、助けてくれるって思ってるんだって。で、女子校の時って無敵だったよねって、もう本気で言ってたもんね。だから苦労したことないんだなぁと思って。そうそうそう、なんか、女の子ってすごい、やっぱり強い心の持ち主なんだね。やっぱ子供産むぐらいの能力があるから、多分心が壊れないんだろうね、男と違って。男なんかすぐにくよくよするじゃないですか。なんやかんや言っててもね。女の子って一瞬にして辛いこととか忘れられるみたいね。あれ。あともう辛い時は自分が悪いんじゃないっていうことを本気で思えるんだよね。すごい能力だよね。脳がどうなってるか見てみたいですね。
男なんか、俺は悪くないからさ、って言ってても悪いなって思ってるでしょ。あれダメですね。あれがね、くよくよしちゃうやつなんで。女の子は本気で思ってるからね、あれ。私が悪くないっていうのは。怖いよね。ミシェルちゃん怖いね。これからも、もっともっとこう、いろんな修行を積んで、もっともっと悪女になってくださいね。そしてまた面白い出来事があったら。あー、俺騙されたいな、この子に。うわー、すげえな、ミシェルちゃん。すげえ魅力的なんだろうな。いいですね。これからもミシェルちゃん、頑張ってくださいね。